僕は九州は熊本生まれのグーミー39歳。今は藤井組のメンバーとして面白番組とか作っとるです。この物語は僕が30歳の時突然仕事を辞めて娘の世話をするハウスハズバンドになった時の子です。第15話、ハウスハズバンド力。今でも仕事の同僚たちと家族でバーベキューに行ったりすると、いつの間にか僕の周りに子供たちが集まってきて一緒に遊んだりするです。泣いてる子をあやしながら靴を履かせたり、危ないことをしてる子に注意したりしながら一緒に遊んで写真を撮りまくります。子供の親たちにはありがとうとか、面倒なことしてくれてごめんねと言われるとですが、僕はそれが全く苦にならんです。なんでやろうと考えると、やっぱりハウスハズバンドをしていたおかげだと気づきました。よく家事とか子育てとか得意な人間と勘違いされるとですが、僕は何もできん方やったです。娘の面倒を見ることも軽く考えていたので、最初はそのしんどさにうつむされたです。でも他のことと違って放っておくわけにはいかないので、知らず知らずハウスハズバンド力がついたんだろうと思います。バーベキューの翌日、たくさん撮ったデジカメのデータを同僚に渡してあげるととても喜んでくれたです。働いて忙しくしていると子供と一緒におる時間も少なくて、写真を撮ってあげたくてもなかなかできんのやなと思いました。独立して仕事をせなんと焦っておったですが、娘と一緒におれたおかげで写真が何千枚もあるのは宝物だと気づけて嬉しかった僕でした。